ビルを所有する大ビルによりますと、札幌市中央区南2条西4丁目にある商業ビルピボを来年5月末に閉館し、来年度中に解体を始める予定だということです。ピボは1969年に完成、地上9階地下3階建てで、北海道新幹線の札幌延伸などを見据えて老朽化したビルの建て替えを決めました。56のテナントには営業を終了することを通知したということです。また大ビルではピボに隣接する2つのビルも取り壊し、跡地には商業施設やオフィス、ホテルなどが入る複合ビルを早ければ2026年にも開業する計画です。